院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。次のようなご質問があります。チーズで虫歯予防ができますか？大口先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 WHO は、はい、チーズとシュガーレスガムを虫歯予防に推薦しています。そうなんですか？そうです。日本では岩手医科大学の稲葉大輔教授が言ってますね。チーズはリン酸とカルシウムが豊富なんです。はい。食事をすると口の中が酸でいっぱいになりますよね。そうですね。酸性の状態は虫歯や歯周病にとてもなりやすいんですね。はい。ですから中和してくれるものがあるととてもいいですね。考えてみれば、まあ、簡単なことなんですよね。はい。初期の虫歯が再石灰化で治ると同じことなんです。はい。チーズは再石灰化に必要な成分が含まれているんですね。なるほど。チーズのカゼインがタンパク質、はい、こういうものなのが体にとてもいいんですよね。はい。カゼインは馴染みがあまりありません。そうですね。卵はタンパク質ですよね。はい。常温だと当然液体ですよね。そうですね。茹でるとどうですか？固まります。そうなんですね。これはタンパク質の宿命なんです。はい。しかしカゼインは硬くならないんですね。なるほど。それを応用したのがチーズフォンデュですね。はい。ああ、体を温めてくれますね。そうですね。冬にいいですよね。ああ、いいですね。妊婦さんはプロセスチーズなど加熱処理をしたものがいいんですよ。なぜならば、はい、ナチュラルチーズというものは加熱をしていませんので、はい、リステリア菌を多く含んでいるんですね。そうなんですね。赤ちゃんには当然良くないんです。わかりました。結論はチーズだけで虫歯予防はできることはないんです。なさそうですね。そして摂取しすぎるのも良くないですね。はい。チーズもほどほどに食べてくださいね。はい。大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。しまして、噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただきありがとうございます。引き続きご視聴お申し込みをお願いします。登録ボタンを押すと便利ですよ。インプラントを諦めて悩んでいる方、歯並びを直したいけど煩わしさのため躊躇されている方、ぜひご相談ください。大口式で対応しております。大口博歯科クリニック。